こんにちは、 SUV 生活研究家の山崎です。今日はスバルの最新 SUV クロストレックのご紹介させていただきたいと思います。今回アウトドア YouTuber のですね、伊代さんにも一緒にその魅力について語っていただきたいと思います。伊代さん、よろしくお願いします。お願いします。ゆとりヘブンチャンネルの伊代です。よろしくお願いします。伊代さん、結構キャンプとかアウトドア行かれるわけですよね。はい、行きます。まあ、そういう時にすごくこうぴったりな車なんですね。荷室も結構広いのでキャンプ用品もしっかりと詰めると思います。伊代さん、スタイリングの印象はいかがですか？なんかすごいごっつくって、こう車高もね、やっぱりちょっと高くて、こうガシガシこうキャンプ場でも旅行でも進んでいけそうな感じしますね。そうですよね。アウトドア用品にあるようなこう丈夫さみたいな、ね、丈夫さ、なんかワクワク感がね、ありますよね。で、今回特に開発コンセプトがファンということで、まあ、もっと楽しんでもらいたいっていう願いが込められていて、こういうの結構お好きですか？いや、大好きですね。アウトドアになんかもうぴったりな感じで。じゃあ今度はサイド見ていきましょうか。はい。どうですか、印象的には？なんかこう SUV の割にはすごいここが滑らかな印象だなっていう感じがしますね。本当そうですね。今回このクロストレックになってから非常にスポーティーな感じに、ね、なりましたよね。だから伊代さんのような若い世代の方々にすごく人気が、ね、出るんじゃないかなって、そんな気がしますね。乗りやすそうな感じがします。この上についてる棒もなんかアウトドアっぽくていいですね。そうですね。ルーフレールは形にも非常にこだわっていて、スバルのデザイナーさんはさすがですよね。ちょっと後ろも見てみましょうか。はい、こう後ろから見た時にフェンダーが従来よりもですね、こう横に少し張り出しているの分かります？なるほど、まあ、これでその安定感というか、ね、ずっしり感がありますね。そう、まさにその通りでずっしり感が出てるんですよね。でもかっこいいでしょ。かっこいい、なるほど。ちなみにこの e ボクサーっていうのは何ですかね？はい、e ボクサーっていうのは水平対向エンジンにアシストするモーターをつけたハイブリッドシステムなんですけども、非常にね、軽快で楽しい走りをしてくれるエンジンなんですよね。より楽しいね、車、まさにファンな車になったんじゃないかなと思います。なるほど。じゃあ今度中見てみましょうか。今日伊代さん乗ってください。はい、お邪魔します。よいしょ。どうですか伊代さん？いいですね。すごいゆったりサイズ、なんかディスプレイがめちゃくちゃ大きいですね。今回、レヴォーグとかとですね、共通の、センターディスプレイ 11.6 インチ、タブレットみたいじゃないですか。タブレットとかありますね。直感的にどんどん操作できるっていう風になったんですね。すごい、それも特徴だと思います。すごい、じゃあ今度後ろに乗ってみましょうか。すごい広い。これ、あ、もしかして山ですかね、このデザインは。そうなんですよ。トレッキングっていうね、イメージでこういう山のデザインがされてるんですよね。こういうとこも遊び心がね、いいですね。どうぞどうぞ。じゃあ、はい、乗ってみます。よいしょ。お、すごい広いですね。足元も広いし、ここの天井の圧迫感が全然なくてね、ちゃんと、頭が圧迫感のようにね、掘ってあるんですよね。長時間やっぱり乗っても疲れないようになってるんですよね。この充電器もね、ついてますね。 USB のタイプ C も両方ついてね、ありがたい。ガジェットとか充電してくるのにはいいですよね。じゃあせっかくなんで早速クロストレックの方乗ってみましょうか。はい。じゃあ伊代さん、早速行ってみましょう。はい、行きます。ガタガタ道もちょっと入りましたけど、サスペンションの当たりがすごい柔らかいですね。乗り心地はいい。シートとか骨盤を抑えることで、こう頭の揺れとか体の揺れを少なくさせて疲れさせないっていう、そういう設計なんですよ。で、あと屋根からこう入ってくる音っていうのが、やっぱり人間に疲労をね、こう誘うっていうことで、振動とか音をこうできるだけ抑える、そういうね、特別な接着剤を使ってね、抑えてあるんですよね。通りですごい静かですね。ね、静かですよね。あとすごい景色がすごい広いね、グラスエリアがとっても広くて、なんか安心して走れますね。視界が広い。エンジンのフィーリングはどうですか？エンジンのフィーリング、グッドです。上り坂でも今すごい滑らかな、さーって進んできますね。キャンプに行くまでもなんかワクワクしますね。
濡れた、ね、路面を走るときに車内に入ってくる音とかも静かですね。耳を澄ませないと聞こえないですね。いや本当に静かですね。あすごい今ねちょっと大きな路面の穴というかを通過したんですけど、全くね心配なく走っていきますね。ふわっと乗り越えた感じがします。こっからじゃあ、ね、ダートに入っていきますけど、高田の道って前の方をすったりするんですけど、クロストレックね車高がちょっと上がってるんで全くそういう心配がないですよね。安心してもうガタガタ道走れますね。で4区だからねどんどん走っていけるし、力強い、うん、すごい。いやこれでキャンプ行くのすごい楽しみ、ワクワクしますね。今度ねちょっと目の前に急な坂が出てきたと思うんですけど、はい、この車にはね X モードっていうシステムがついていて、今ノーマルになっていると思うんですけど、はい、ちょっと滑りやすそうなんでスノーダートを押してみてください。スノーダート、はい、じゃあこれで早速走ってみましょう。結構荒れてますよね。おおすごい。でも行っちゃうでしょう食いついてますね。まあ、これが X モードの実力ですね。あすごい。じゃあ目的地に到着しました、はい、じゃあちょっと、ね、キャンプ用品積んできたんでリアゲート開けてみてください。はい、わーおたっぷり、ねね、まあ、デイキャンプだとリアのシートも倒さなくても、うん、ラゲッジルームだけでね十分詰め込めるっていう、うんうんうん、あとここね予算もあっちで見ましたけど、ここにも山のマークが、ね、マークがあここに車のマークも入って、そうそうここにねクロストレックがちゃんといるんです、ね、ちゃんといるんですね、うん、かわいい、うん、遊び心とかもあって、じゃあ今日はまあここせっかく池になっててブラックバスとかもいるんで釣りでもしてみましょうか。釣れるかな、はい、じゃあ準備しましょう。はい、そういうことで今日一日クロストレックでデイキャンプを楽しんできましたけども、予算いかがでしたでしょうか。私今回初めてバスフィッシングしたんですけど、こう新しいアクティビティにクロストレックがあればなんかどんどんこう挑戦できるというか、いろんなところに出かけたくなるなって思いました。バスも連れてましたしね。連れました、うん、はい、乗り心地とかいかがでしたか。キャンプ場でのこう凸凹道でこうすごく頼りがいがあるっていうのはもちろんなんですけど、そこまでのロングドライブの時にやっぱり音もすごく静かだし、座っててもやっぱ全然疲れない、ぶれなくって乗り心地もよくって、こう長くドライブが楽しめそうだなって思いました。長距離ドライブって言えばアイサイトが新世代のアイサイトになって、まずですねカメラが三眼になったんですよね。より広い視野をこうカバーするようになって、右左折の時の人とか自転車とかそういったものも危険物として察知するようになったんで、より安全が高まったんですよね。それとアイサイトのツーリングアシストっていうのがついていて、高速道路をね走る時にオートクルーズコントロールを効かせると前車との距離をカメラが測ってくれて、前を走る車の加速減速に合わせて追従走行の操作を車がサポートしてくれるんですよ、まあ、そういったような機能もあるんで長距離ドライブとか全然疲労感が違うと思います。ということで今日はクロストレック魅力すごい堪能してもらえたと思いますけど、もっとねいろんなアクティビティに出かけたくなるようなワクワクする車でした。そんなことで、皆さんもぜひクロストレック一度試してみてください。